ていうか、音楽って誰のもんだっけ？アーティストとリスナーのもの。あなたと私だけのもの。ストリーミングだろうが、CD がなくなろうが、音楽は変わらない。そもそも音楽に形なんてないから。トップチャートだけが正義。女は可愛い歌しか歌っちゃいけないの。金と名誉のため。違う。音楽はコンテンツじゃない。芸術だ。武器だ。生身の自分だ。音楽はマーケティングから生まれない。感情から生まれる。音楽は人を選ばない。圧倒的に自由で平等だ。境界線はない。誰がやったっていい。どこでやったっていい。言葉と音、それさえあれば何だっていい。音楽の解放区、レッドブルミュージックフェスティバル。